カレンガ県は、ウガンダの北部地域に位置する県。歴史的地域では、カラモジャ地方に属す。北を、南スーダンの東エクアトリア州、東を、カボング県、南を、コキド県、西を、キトグム県と接する。7つの副軍と3つの町評議会からなる。2019年7月1日に、カボング県より分離。中心地は、カレンガで、 北部の国境地帯にキデポ渓谷自然公園が広がる。面積は県の中では比較的大きい部類に入るが人口はかなり少なく約6.8万人と見積もられている。LG セクター、ローカルガバメンツ、ウガンダ地方自治省、2020年10月16日へ閲覧、パーラメントクリエイツ23ニューリストリクツ、 レッドペッパー、UG、2020年10月16日閲覧。プレパレーションズイン、ハイギアフォーニューカレンガディストリクト。ウガンダラジオネットワーク。2020年10月16日閲覧。ウガンダ、アドミニストレーティブディビジョン。シティポピュレーションで、2020年10月16日閲覧。ありがとうございます。